相場駅は、岐阜県揖斐郡大野町大字相場字2番割線54番地、3にあった名古屋鉄道揖斐線の駅である。2005年4月1日に、揖斐線は廃線となったことにより廃止された。揖斐線の前身である、美濃電気軌道の手によって1926年に開業した。1948年以降は、無人駅となっている。相場バス停留所 AB 名古屋鉄道広報、宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、AB、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、揖斐、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から8767000974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、881ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新潮社、2008年、52から53ページ。ISBN978 から4から10から79025から8。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通巻第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、府図、名古屋鉄道路線略図、岐阜県大野町に新事業所設置と、企業立地協定締結のお知らせ。岐阜プラスチック工業。2017年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日閲覧。かつてはパナソニックデバイス社岐阜工場であったが、跡地にリスパック株式会社のテクセルの事業において、加工製品の販売量拡大により、事業効率のために新事業所として設置。岐阜バス路線、相場バス停に上屋を設置しました。大野町役場政策財政課。2015年1月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日閲覧。デマンドタクシー停留所。大野町役場政策財政課。2017年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日閲覧。大野デマンドタクシー、相乗くんの自宅前登録申請について。大野町役場政策財政課。大野町。2017年5月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月17日閲覧。大野町の認定で利用可能。ありがとうございます。